開です。本日はハロウィンのため、駅前の方には行かれたんですか？ちょっと行ったんですけど、人が多かった。あ、ここは、はい、さっきまではね、人がいっぱいいました。すごい。あ、そうです。今日何時頃から来られてます？7時ぐらい。あ、7時ぐらいから。標識が揺れてるな。せっかくのハロウィン騒げなかったな、持ってないんで。警察官がいないところで騒ごうかな。これどういうことなんですかね。なんか西川橋公、西川橋公セキュリティが話したさっきこれ柔軟に、そうだよ。岡山駅から少し離れたね、下石公園に来てます。まあね、そのハロウィンの当日ということで、まあなんかぼちぼち、人がねいるということなんですけど、まあなんかサークルというかね、まあ仮装したりとかいう人もいたりとか、まあ、ね、なんか溜まって何かをしているような、人もいますね。で、まあちょっとねご飯食べたりとか、まあいつもの光景なんですけど、まあ少しね人が、多いかなということです。こんばんは。今日ハロウィンじゃないですか、はい、大体岡山のハロウィンって言ったら岡山駅前が、はい、結構盛んじゃないですか、はい、なんで今日この下石公園の方に集まったんですか。岡山駅に行くと警察官がいるんですよ。はい、なんで騒げないじゃないですか。はいはい、せっかくのハロウィン騒げなかったな、持ってないんで。はいはいはい、まあ、警察官がいないところで騒ごうかな。あー、なるほど、そういうことなんですね。すいません、お疲れ様です。今日はね、ハロウィンの31日ということなんですけど、はい、いつも来られるんですか？初めてだよ。あ、初めてなんですか。なんかすごい、カメラ、はい、あ、そうです。カメラだけは一丁前に持ってって、あこれだけ使う。あ、じゃあちょっと撮影というか自分楽しんでということで、これからもどうされるんですか？これ公園行ってまた写真撮ろうかな。駅前の方には行かれたんですか？ちょっと行ったんですけど、もう人が多かった。あー、なるほど、はい、じゃあちょっとゆっくり撮影しようかなということで。はい、というわけでね、 JR 岡山駅前の本町に来てます。飲食店街なんですけど、まあ、かなりね人通りも昨日よりかは、少ない状態になってますね。まあ、ところどころでねキャッチの方がおられたりするんですけど、仮装されたりとか、まあ、それでねお客さんを呼ぶような感じなんです。駅前でお店をやられてる店員の 方なんですけど、結構ね今日なんか仮装されたりとか、ありがとうございます。仮装されて盛り上がってるんですが、これは一体どういう感じなんですかね。今日貸し切りのハッピーハロウィンパーティーです。あー、お店を借りて。そうですね、皆さん楽しんでると。そうです、いうことなんですね。はい、そういうことです。 JR 岡山駅前の桃太郎大通りに来てます。まあ、この辺からね人通りがね多くなってくる場所なんですけど、やはり毎年毎年ねここはかなりのね交通量なんですけども、まあ、毎年のようにこの警備の方でね警察の方が、検問している様子ですね。もう毎年本当にこんな感じで、白バイの隊員の方から、まあ、普通に覆面パとか、まあ、いろいろねこちらの方で交通整理、されている、状態になってます。ここは、はい、さっきまではね人がいっぱいいました。すごい、結構コロコロいたけど、でももう全然ここはいないかも。あ、今日私もちなみに根塚風で。ああ、なるほど。ハッピーハロウィンで結構チキンが忙しくて、はい、お酒も結構ね常連さん来てくれて、一瞬貸し切りでした。じゃあちょっとこれからね岡山駅の東口の方にね行ってみようかなと思います。やっぱ進んでいけば行くほどやっぱ人が増えてきますね。
来ました。これが岡山ハロウィンの現場でございます。岡山駅東口の、広場に来てます。毎年恒例のハロウィンなんですけど、まあ、今年もねかなりの人が、昨年よりねかなり人が、増えてますね。やはりコロナが落ち着いてきてからの、状況かなと思います。で、まあ、ここはの目の前が通路側なんですけど、その先の桃太郎像があるところにもねすごい人が集まって、ね、その外側をね警察の方が警備されているという、状態でございます。今日ハロウィンの日ですよね、はい、毎年来られるんですか？行きますね、はい、もちろん。あ、そうです。今日何時頃から来られてますか？7時ぐらいです。あ、7時ぐらいから。もう7時ぐらいに来たらもう人もたくさんいました？いましたね。あ、そうなんですか。もう今もかなりの、ね、人でびっくりしてるんですけど、今日何時頃までおられるんですか？そうです、終電には帰ろうかなと。あ、なるほど、そうですよね。向こう初めてです。あ、初めてですか。どうですか、初めて。人多いなと思います。ですよね。あの、何時頃から来られたんですか？5時ぐらい。5時ぐらいから。7時や。7時ぐらいから。もう7時になったらやっぱり人はかなりいました？7時、そうですね。だから6時ぐらいから結構いる。あ、5時とか。何時頃まで今日はおられる感じですか？今日終電まで。あ、終電までで。あ、やっぱあるんで。あ、学校とかお仕事とか、はい、ありがとうございます。JR 岡山駅東口のこのタクシー乗り場ですね。やはり人が多いので、やっぱりこっちの方に逃げてる、ここで、ね、楽しんでる方が、多いかなと思いますね。標識が揺れてるな。
はい、というわけでご視聴お疲れ様でした。まあ今日はね、まあ楽しい部分はあるったりはするんですけど、やはりね、やっぱりその楽しい中で一線を越えてしまって、まあ喧嘩になったりとか、ちょっと迷惑になるようなことをしたりね、かなりそういうのがなんか最終的にはという感じで、まあ本当にね、駅前のあの飲食店街でね、友達同士で、貸し切りとかね、まあ、あの馴染みの店でゆっくりされたりとかいう方もおられる分、他にやはりね、こういう場所というかね、ちょっとやっぱ人が たくさん集まるこういう広場公園でね、まあ楽しむのはいいですけどね、やはりあの一線を越えてね、むちゃくちゃになってしまって、なんかイメージの悪い、後味の悪い、ハロウィンになるとね、ちょっとね、これから先ね、ちょっと何か何とも言えない感じになりますよね。なのでまた来年もね、しっかりね、あのね、ちょっと意識して、なかなか難しいと思うんですけどね、また来年も、撮影、していこうかなと思います。ありがとうございました。皆さん、ご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは村番スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏番スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。